が <laughs> ごめんお風呂お風呂から急いで出てさそのまま急いで支度したんだけど全然だったこんばんはえっとおまるゆんやあちゅうメルタンツバウサラムネゴンスケアオマルえっとバントヒヒえっとエレメンツなべちゃんかおるケンタッピジミーズむっちょマイメロゆうやこんばんはありがとういやマジごめんねちょっとしかも今日遅いし。 今日はでもね寝ないんだ。リグレラクダ、ヤスノリアーツこんばんは、サンソンハートありがとう。うや、デカヘッド、ネコイヤナギー、こんばんは、れ。マロンケンキンギョこんばんは、サンソンハートありがとう。ありがとう。えー、マーニャ、マーニャ <laughs> ありがとう。ハート、ありがとうございます。こんばんは。うん。メイくん、この、え、わかんない、これで違かったらごめん。パーフォーリンありがとう、アジサイちゃん。 ありがとう。ありがとうね、アジサイ。コンサー、ヒルドゥルブ、トールー、メルタン。ありがとう。いつも通り。あははは。眉毛は、眉毛と、えっと、口はやってやる、うん。そう。パパダさはこんばんは。ありがとう。ツッチーこんばんは。ありがとう。今日寝ないよ。今日寝ないの。うん。お風呂に入ってきた。うん。まモンスター後で買ってこよう。寝ない。 キャムこんんばはんたんんははないいいや頭頭痛痛だだけど今でろう渡るこんばんはありがとう,そう今日寝ない理由がちょっと明日早起きなんだけど絶対起きれないから絶対起きれないというかもはや寝れない気がしてて寝れないと思ってだからあのもういいやと思ってあのちょっとだけ寝てさっきちょっとだけ夕方夜ちょっとちょっとだけ寝,寝させていただいてそれでもう 明日への準備は万端もうこれでしっかりあの明日うん健康的にいこうという作戦これでうまくいかなかったら最悪だけどねうんちょっとこれはあの寝たらやばい気がしてるからまあでも1時ぐらいまでかな配信はそんなに長くその朝までとかはやらないんだけどやることがあるので、うん、だけどあのまあそんな感じ今日はうん そんな感じちょっとアイラインもしてないよ今日アイラインも全然してないチークもしてないんだからね <laughs> 何もしてないよ、うん、寝ないと体調崩すいやでも代わりに寝と寝といたの代わりに寝ておいた友成英夫おぎこんばんはでありがとう健康的いやでもそうなんだよでもさでもさどうみんな3時半とか4時にじゃあ起きますってなった時にさ 無理じゃない絶対。てかなんかあの若干まだ昼夜逆転が残ってないの。あの昼夜逆転が抜けきれてなくって。だから今日ワンチャン普通にお昼寝とかもせずにあのお昼普通に過ごしてでまあ寝れなくて2時とか3時に寝たとして全然寝れなかった場合やばいかなと思って。と思ってそれだったらっていう。うん。それだったらもう お昼とかもうちょっと眠くなくても寝てしっかり寝てねうんしっかり寝てというかお昼寝してもうなんて言うんだろうって <laughs> かるかなわかるこれ我の作戦これこの作戦わかるうん冷麺食べながら「冷麺大好き大好きでよ」でカスタネットこんばんわれ堀俊節こんばんわれ」「コ川先生涙ちゃんありがとう」「こんばんは」 そうふこんばんはありがとうそう桜井ゼットこんばんはありがとう友成英夫こんばんはありがとうねそうなのよピカリンこんばんはありがとうそうま,まあまっていう作戦なのうんパフォーマンスが低下するまあねそうなんだけどね絶対に無理して夜寝ても絶対寝れないんだよ絶対寝れないのもう分かってるの 昼夜逆転久しぶりに昼夜逆転そう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 ,そういやマジでやばい多分かっちゃんこんばんはねすーさん涙ちゃんありがとうすーさんこんばんはありがとね大阪の旅ではないねうん3じゃねだからかっちゃんこんばんはあ、ね、れまあ寝れるなら、まあ、30分でも1時間でも寝ようかなと思うけどまあちょっといいかな結構ちゃんと寝だから今うん まああとはまあちょっとまあ電車とかで寝ればいいかなごろんと配信でもいいよ、ね、うに、ん、まあでもねなんか、ね、寝転がりながら配信するのってなんか申し訳ない <laughs> まあ,あの前みたいにもう夜寝る前のみたいなそういうお泊まり会みたいな雰囲気のある配信とかだったらいいけどなんかまあでもまあね別にだらけたくて配信するわけじゃないからそういうねあれなんだけど、まあ、理由はあるんだけどもちゃんと明日早起きっていううん そう準備寝だめで寝、うんね、だめ作戦ですこれが牛タンこんばんはれありがとう早いとたまにあるどうこの作戦レフ版こんばんはれありがとうかっちゃんもこんばんはどうこの作戦みんないけると思うマックこんばんはれありがとう一人時差ボケ作戦そうだよ周りの人たちとはまた一味違った時差で <laughs> 真っ赤くんもありがと、ね、みっちゃんが焼肉屋で冷麺食べたって聞いてからずっと冷麺食べたかったああでもね冷麺めっちゃ好き超大好きで冷麺はそうだからいいと思うなんかいろんなお店とかの冷麺もいいと思うけど家で食べる冷麺も好きだしお店だとさ店によって味がだしが違うからそれもまた魅力の一つだよね、うん、かわいいみせひろこんばんばありががととうちょっとね全然化粧が 化粧が全然終わってない終わってないというかもう全然してない、うん、起きれないから寝ないでいくっていう遅刻上昇 <laughs> それ絶対に途中で寝ちゃうやつだから絶対に寝ない寝ない我はもう寝ないようん寝ないって決めてるから任して心配心配大丈夫だよ任して任して <laughs> 任して うん新聞配達始めた新聞配達って2時ぐらいからさ動き出してるよね、うん、なんかそんなイメージがある違うかな翼こんばんはありがとうありがたね毎日めっちゃ疲れるやつ疲れるやついやでも大丈夫今日だけだから今回この作戦はうんねえでも昼方まあまあまあ,あの何かが何かがあるっていうのは素敵なことだから 逆に明日夕方とかやるかもしれない夕方か夕方かなー夕方かもしれない逆にね明日なんか体調的に、うん、メイくんメイにゃマーニャマーニャいいねんマーニャはーたありがとうありがとうそうまあでもねその分あの超寝たからちゃんとちゃんと寝た今日作戦はねちゃんとしてある うまくいくいいかないかかな別としてだみんなが夜寝てるその時間がただ今日お昼まだ太陽が昇ってる時に寝たっていうだけだから明日の朝だとみんなで言う夕方ぐらいな感じになるようにしてやるなってんのかわかんないけど <laughs>、うん、まあ大丈夫明日頑張る、うん、歯磨き うん、まあそうだね歯磨きもしなきゃいけないしねまあねそう何をするかまあまああれなんだけど言,言わないけど <laughs> そう肩貸してあげるお仕事募集してますかえー、どうせ肩貸してくれるなら膝枕とかがいないももにこうやってゴロンってできる枕を募集中ですカージーこんばんはでありがとううんうんいける寝坊しないようにありがとう寝ないから大丈夫うんと、うん、乗り越えた先にねえ そのさ、明日はいいけど、あさって疲れそうだよね。あさって確かに疲れそう。まあ、あさっては大丈夫、別に特に。とりあえず、明日をどうにか、いい感じに乗り越えていきたいと思います。皆さん、応援よろしくお願いします。うん。いけそう。大、こんばんはれ。ありがとう。いけそうな気がする。龍 <laughs> 馬、もっち、たまちゃん、えちごの問屋、こんばんはれ。ありがとう。ありがとう。まあね、まあ、寝てるから大丈夫。うん。なんて言ったって、今日寝てるから。 横浜くんこんばんありがとうもっちハートありがとう行きの電車でね過ごす、うん、まあでもワンちゃん眠くないのかもしれない眠くないと思ってるあれさオールみたいなオールみたいなのあんましたことないからさなんかラストアイドルの時はあのー、なんだっけ朝3時から夜の3時ぐらいもう24時間稼働みたいな時あったんだけどあったのね実際 でもまあ途中途中なんか寝れたし寝れたっていうかそんな寝てないのあの時ずっとひまりとさわいわいガヤガヤしてて楽しく過ごしてたからあんま寝てないかうん結局3時とか起きて集合が5時とか4時半5時とかだったんだけどずっと朝も楽しくってやっぱ誰かといると一人じゃないからね誰かといると多分起きれる。 うんうん大臣こんばんはばんありがとう冷麺まずいのしか食べたことないマジでわれねあのでも韓国っぽい韓国のガチな冷麺はもしかしたらあれかもしれないけど盛岡冷麺とか美味しいわれ好きだよ日本の冷麺結構好きかもひなちこんばんはありがとうあっ <laughs> うんこんばんはばンパヤマありがとね会社で寝てたうわ大変だ ムービーとあミンミンこんばんはありがとうこちらこそありがとうねありがとうこんばんはミヤビこんばんはありがとうトールホタテちゃんありがとうありがとうねちょっと配信朝が来るまでああそれはしないねまだねちょっとやることがあるのでうんモッチハタありがとう ありがとう。充電できた。あ、そういえばそう、充電はね、充電器買いました。なんかみんながおすおす,すめしてくれたアンカーってやつが売ってなくって、売ってないから店員さんに聞いて、とりあえず買った。<laughs> なんか赤いやつ買った。正規品じゃないやつ。キャムいっぱいありがとう。紫陽花祭り。味の素。<laughs> 味の素祭りありがとう。キャムありがとう。ありがとう。ガウこんばんはありがとう。 そうまあねもしも眠くなったらもうそれはその時うん寝てないと逆に相手に失礼だからそうあの待ってな一応寝てますから寝てますあのお昼にちゃんと寝たから大丈夫いっぱい寝たからうん寝たからあのそんなねあの往路でだらけていこうなんてそんなことはしませんからねうん <laughs> カッツンこんばんはりありがとうヨギボーを買えばヨギボううん、うん 容疑でも高いいイメージがあるな、うん、お願いしまひ膝枕誰かお願いしますお願いします <laughs> 七夕の七夕の乙女姫のバイトの打ち合わせ乙女姫やばい合格するかな <laughs> 絶対無理だよ7月7日でしょ、うん、寝ても寝てもてもいいことだと思うよいっぱい寝れる時に寝ればいいと思うなんかさあ寝れない寝れない時っていつかきっと来ると思うの忙しくてうん だから大丈夫だよ。寝れるときに寝ちゃいな。いっぱい。うん、うん、悪とフォローありがとう。ありがとうございます。ありがとう。これからも仲良くしてください。椎名にいたずらデュームぜひまあ、うん。ちょこちょこ見ようかなって感じずっとは見れないけど、うん。ありがとう。待ってるよ。 そう起きても眠くなるのは普通に10時に眠るのがね経験者は語る普通に夜の11時ぐらいそうなんだよねそうなの結局ね眠くないんだよ日中眠くならないのちょっとアイライン引かせてくれ誰かを急にで寝ないように LINE するいやでもまあやること意外とあるからねまだなんか自分のこの身の回りのことがうんそう だから大丈夫絶対寝ない、うん、今日一日中あーでも必要なものを買ったりとかまあずっとは寝てないかな、うん、髪綺れ切ったの切ってないきれいありがとうちょっと前に切ったかなあシーバムこんばんはりありがとう久しぶりじゃあそしたら多分切ったかもしれない久しぶりだったらここら辺ぐらいまであったからね前は切ったかうんどう話し相手として同行しましょうかマジで頼むよお願い <laughs> お願いうちわとかでこうパタパタして「コオロギハマこんばんは」ありがとう「冷麺よりそうめん」うわーあれ冷麺派だね盛岡で食べた冷麺美味しかったえ盛、ー、岡で本場じゃん本場の冷麺絶対美味しいじゃん食べたことないんだよねインスタントのラーメンしか食べたことないメンタマ回答オケボオケ OK 乙姫かうん <laughs> 電車までないかな。充電器と一緒にマーニアのピーナッツ買ってくれたマーニアのピーナッツっぽい <laughs> <laughs> オバーサ。アニマさんと服はうちおいでーマーニア。<laughs> うん今から何かうん今から特に何もないまあ自分のやることあるかなぐらい、うん、うん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 腰がたまらそうなんかさ普通の冷麺なんか韓国の冷麺よりも麺がちょっと太めで美味しいんだよね。 やばいなんかすっごい手振り始めたうんクトゥトゥ姫ゥトゥトゥトクトクトトトトトトト3時頃眠くなる全然眠くならないんだよねマジで眠くならないでもいや多分より眠くならない逆に今日でなんか生活リズム直りそうな気がしてる個人的には 新作モンスターって炭酸じゃないのあねなんかあれってね見たことない見たことはあるけど飲んだ中身をまじまじと見たことないからわかんないけどどうなんだろうねペットボトルだからもしかしたら炭酸じゃないかもね朝まで部屋の片付けすれば寝ちゃうわそれ寝ちゃうそれ逆に嫌々になって罰ゲームあかねさんのレッスンでいいあいやだ罰ゲームだ罰ゲームだスーパーで買った戸田久の盛岡冷麺でした えー、スーパーで買ったなんか正しさか、まあんまり分かんないけど盛岡ってだけで麺がちょっと太めでいいと思う冷やし中華まだ食べてないなミッキーこんばんはでいちごの問屋ありがとうバラえー、っと間違えたあじさいありがとうあじさいあじ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 さいありがとうあっちの元 <laughs> ありがとう おお花みみでで使わないのお花摘みでおとひめあーその乙姫かなんか乙姫ってなんだろうって思ったけど。八神ちくんようかんこんばんはありがとう。うん、1146ありがとう。いいよろよろの日ありがとう。はたありがとうすーたんありがとう。よろありがとう。まにゃうま。うわ。みーにゃれんめんが大好き。うま。ありがとう。ありがとう。 まおま,おま,おま <laughs> いいよろ白の日よろの日よろって言っちゃったギャルっぽかったねうん今日の夜ご飯冷やし中華でしたみんなもう夏が始まってるじゃないの夏が始まってるね冷やし中華始めてませんあーごめんねうちのルームはまだね冷やし中華始まってないのよもう冷麺は年中無休なんだけどねこんばんは志麻先生ありがとう 明日も天気とい,いねまあそうだね絶対にね絶対に天気は良くなっててほしい毎日毎日まあ6月はマジで本当に暑すぎてたまらなかったなたまらなかったうん夜中起きてるとようもなりの24時間のスーパーに行きたくなるいいよねなんか夜のさスーパーってどんな感じなんだろうあんま行ったことないんだよねあ一回だけ行ったことある 一回だけねなんかお姉ちゃんが実家に帰ってきてでなんか夜めっちゃ遅くってなんかお酒がなかったからお酒を一緒に買いに行くっていうので行ったことあったけど、うん、人が全然いなかった気がする確かもともとそのスーパーが少ないのか分かんないけどまあでも夜はねいないよねそんな人、うん、優雅な朝迎えたあ今日は全然だったねまあ起きてはいたけどうん、うん 朝かーって感じ朝ごはんも食べてないマイケルこんばんはありがとう黒酢の日をしちゅうかわあ黒酢もいいよねお酢ねあれねちょっとごめんねお化粧しながらあのお化粧終わったらねちゃんとみんなの顔を見てあ目を見てあ目じゃなくてちゃんと見て話すからうんそうなんかねあの味の素のの確かにメルタンのてかそうじゃないの逆に お酢好きであのー、結構ね味のあ冷麺とかもあのー、お酢めっちゃかけるわあれうんめちゃくちゃかけるこんばんはーありがとうバルジャミンのレッチャーのこんばんは汗もこんばんはありがとうトールありがとうチェリーちゃんありがとうありがとううん輝るまあ確かにカモネスーパーに行きたいよね 中じゃコンビニも22時あそうなんだね、はい、うん地元にコストコできるので恐怖えっいいじゃんうらやましいわれコストコ大好きだよ大好きなんだけどお姉ちゃんが会員の人だからなんかコストコ行ったりするんだけど結局なんかさ大容量じゃんだから冷凍庫が我のあのパンパンだから 冷凍しないと保存できないみたいなもの買えないし結局ねなかなか何も買えずに終わっちゃうのこの前お姉ちゃんち行った時はお姉ちゃんって2人いるんだけど真ん中の方ね真ん中の方のお姉ちゃんって行った時は牛タンをいっぱい買ってホットプレートで牛タンパーティーをしましたうんお酢よりお酢ます <laughs> でっかいハートありがとうお酢が好きなのかお酢ねお酢皿 <laughs> うどんにもお酢わかる ひろゆょうがこんばんはれありがとうそうお酢大好きわれうんお惣菜やパンが少ないですああ確かにそうだねなんか売り切っちゃったりとかあと捨てちゃうよね廃棄になったりするよねうん餃子は酢餃子は酢かまあでもあれはねまあ確かに3対1ぐらいの割合でお酢が多いかなわれも酢醤油もうお酢たっぷりの醤油みたいなのが多いかななんかさ お酢とさ、胡椒みたいなのもあるよねこれ、うん、<laughs> お酢だけのタレにつけてももせるだけだよでも <laughs> さなんかさ酸っぱすぎてさあってはくやつあるよねなんかさなんかさなんかテレビでやってなかったっけ昔そういうのあった気がするコストコ量多すぎて買いに行けないまず近くにいないけどまあそうなんだよねなんかさいっぱいねいっぱい買なんかあれってだいっぱい買う人が得するみたいな 結局あれって1人暮らしの人はもったいない食べきらなかったりとかして結局ねなんか損するみたいなだからなんか大家族とかこだわりが強い人は食品とかこだわりが強い人はいいと思うけどなんか意外と業務ス,スーパーとかの方が安く済んだりするってなんか聞いたことありますね酢醤油にラー油ラー油も大好き、うん、みっちゃん辛いの苦手でラー油使わないかあ ライオン、ね、食べれるよ辛いの苦手なんだけどすごい辛いのじゃなければ食べれる例えばうんとえっとなんだろうん <laughs> だろうちょっと今辛いの食べれるアピールしたいんだけどなかなかあえっとキムチ食べれるキムチキムチチャーハンとか大好きしばちんこんばんはでありがとう食べきれなくって余ったら送ってくれてもいいよそれはもうみんなもう来てくれ もう振るまう料理をマニャメスマニャああチェリーちゃんに会いたいオスうんうんルージェラのオスっているのいるんじゃないでもねメスっぽいけどね確かにあれ家族で買ってきた人から少し分けてもらいますあコストコねシェアあるよね我もねコストコなんか近所の人がコストコで買い物したらなんかホームパーティーじゃないけどなんか大人同士の飲み会が始まって我たちはそれでご飯食べるとかあったよ ダン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 そう酢こしょうって醤油、そう醤油うじゃない餃子、そうお酢とこしで餃子食べるっていうなんか昔あった気がするうんラー油はいいよねラストアイドル韓国ファンーが韓国に招待準備エンドうえー行きたいよ韓国韓国行きたいんだよね友達とね一回しか行ったことないわんこそばでいきなりお酢のやつなの最近やってましたよ何それめっちゃ面白そうだね <laughs> 食べれる自信がないよしばちんこんばんはれありがとう、うん、海外風な業務スーパー的な感じだよねまあそっかそんな感じかそのめっちゃ多いみたいなねコストコ迷子になるええー、かわいい迷子になってる志麻先生面白いなおいでおいでって言いたくなっちゃうなんかさコストコ行ったことあるんだけどメイコちゃんとそうなんかメイコちゃんは あその時ね牛タンとかお肉を買いに行ったんだけどメイコちゃんがどうしてもね遊びたい遊びたいって感じで「あんちあっちみんにゃんおいで」ってずっと言うのそれが何ていう場所かっていうとなんかプールみたいなななんかなんか庭おっきい庭がある人が買うようななんかプール設置されているプールとか自転車とかなんかそういうテントとかなんかそういうアウトドア商品が売ってるコーナーで「みーひー ずっと遊ぼう遊ぼうってやってて愛か,かったダメだよってお姉ちゃんがねダメおいでって言ってるんだけど我がねちょっとだけ遊ぼうって言うダメって言うだからねそ,うそれでお姉ちゃんがみーちゃん行くよって言ってうん絶対来るからってちょっとダダ子姉ちゃんだけど来るからもう行くよって言って行ったらずっとみーにゃんみーにゃんって,って結局ね それでお,お姉ちゃんが大きい声で「おいで!」って言うから「はーい!」って言って「はーい!」って言って「何か! <laughs>」の話 <laughs> ごめんねちょっと今ね脳内が <laughs> やばい <laughs> もうチェリーちゃんの頭がいっぱい、うん、かわいいですよもう本当に可愛い,い本当にライオッとポン酢の組み合わせポン酢もいいねうんキムチ大好き配信でオークションしてる<笑><笑>と天でで、ところてん気ぐらい売られてでところてんあんま食べたことないな ココストコにでかい髪のぬいぐるみてるよねああそうそれこそねめいこちゃんの家にあったわそういえばあれおっきいけどねあれねかさばるよね我は部屋の片付けができないのであれはちょっと買えないな肉の花まさあ肉の花まさ聞いたことある肉の花まさってそれさ結構あれなんでしょ安々なんだよねコストコ大好き我コストコに会員とか近くだったらめっちゃ行きたいもんそう 食べるラー油も好きだよ食べるラー油とねネギトロが似合いますご近所でシェアしたりしないとねそうだねそうだね本当にそうだよ「ドッキリグランプリ」あいいねそういうの好きね誰かやりたいななんかさ反応が面白いメンバー誰だろうあそっかメンバーって言ってるけど今もう友達なんだみんな。 コショウ選手、コ,コショウのコショウ選手あ、ね、優勝してたね確かにもう本当すごいよねね、もうし、もうね、信じてるもんコショウ選手がいたら買うもんとりあえずうん、モッチハートありがとうありがとう久しぶりにコストコのプロコギ食べたいなんかさ、プロコギさ、あれさ結構油すごいよねそんなイメージがある広すぎて同じとこ回ってました <laughs> あるある、でもあれも慣れてないからあれどこだここってなることがあります ラスとアイドルそう,そうラスとアイドルトレンド入りしてたマジで後でトレンド見てみようれが遊びたかったもうほんとかわいくて抱きしめちゃおいねって言ってギュッてして抱っこするなあ可愛い,いチェリーちゃん可愛いんだよかわゆいでしょ合わせてあげたい、うん、今度ねコンサートがあるって言うからねうん かわい,いでしょまみたせこんばんはありがとうありがとうねー。我もお姉ちゃんに怒られたあのね甘やかしすぎとは言われたことあるかなうんダメだよってダメなことはダメって言わないとって言われて、えー、苦しい <laughs> 苦しいところてん今日食べたおおさっぱりでいいじゃない今日うん。ちゃんも怒られたそうまあねちょっとちょっとねダメだよってうんただこのながら素直そうなのなんだかんだ言ってね言うこと聞くから。 藤尾はいずこや藤尾藤尾ってなんだ藤尾我々のおじいの名前かなと思ったけどお父さんあおじいちゃんの名前藤尾じゃなかった藤尾我々さん人を騙せないでしょいやーできるよあのねドッキリできるんだからねでも個人的にはシーマナとミミちゃんとジュリアとあと誰奥 あの一回ドッキリさやられたことがあったので仕返ししたいとは思ってますいつか絶対にうんすごいドッキリされるシーマラとミミちゃんにはよくされるうん、うん、ヒルトレバペンライトありがとうありがとう北斗晶さんとその関係しか行けないって本当ですかコストコそんなことある北斗さんが行くとコストコ近いえ何何そんな有名なの北斗さんとコストコってそうなの 明日ドッキリらしいマジでちょっとしっかり準備しとこうドッキリされる準備 <laughs> リアクション面白そうなのみっちゃうんでしょうあでもねあのー、そうだねリアクションどうだろうどうなんだろうね俺信じちゃうから何でもそれこそマネージャーさんのやつとかも信じちゃうからえってなるこれ本当にびっくりしちゃう、うん、し泣いちゃうし一回泣いたからねうんそうあのー 団体行動の時にそれれでドッキリされて泣いたことがあります <laughs> 悲しいことでも <laughs> そう、うん、試食でお腹いっぱいあ試食ね見たことないなやってるんだ今もなんかコロナでなんかなくなったみたいに聞いたことあるな <noise> あおまるこんばんマありがとうありがとうラストアイドルモバイルサイト終わってああね今日で最後って言ってたけども23時59分かまでかと思ったらまだまだだったね こんばんわれぬいぐるみりんごありがとうそうどんなドッキリされたっ <laughs> とねえっ、えー、とね我がされたのはえそう動画に撮っとけばよかったってみんな言ってたの我がちで信じやってそう大掛かりのそうだようんうん藤井は昔いた島の大きなコストもああースなんああ確かにいたね どううなんだろうねわかんないそういえばそういう話あんましないなうんどこかにいるんじゃないどこかにいるんじゃないわかんないけどあれ大きいからねうんでも我がもしも自分で持ってたりしたら飾るかもななんかソファーみたいな感じでテレビの近くとかにうんうんかき氷ライス売り切れてった「アイス食べたい」 もっち結婚してもっちいろんだよもっちいろんありがとうそうニューヨークさんそう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 なんかねあそうじゃあちょっとお話しするね多分きっと知らない方もいると思うので <laughs> ちょっと今さここパキって骨鳴らそうと思ったんだけど壁で鳴らしちゃった <laughs> 藤原こんばんはれありがとうあニャあまあにゃありがとうバラちゃんありがとうありがとう そうじゃあご説明しますね団体行動の時にメンバーにドッキリされて号泣その内容えっとあの団体行動っていうやつを合宿して行ってたんですよラストアイドルはでなんかまあ一応「ラサイよろしく」の企画だったからインタビューとかあったのご飯食べた後お風呂があるんだけどその前にインタビューがあって、うん、で お風呂行くのになんか別,別館違う場所の建物にお風呂に行くから時間が区切られててで我はじゃ何時か忘れちゃったけど、まあ、19, 19時からお風呂行きますよっていう便だったの。で19時に車に乗ってくださいって言われてたんだけどで18時50分ぐらいにあのインタビューを受けてくださいって言われたの。 我ちょっと今いいですか?」って言われて「ああまあいいんですけど19時の便で我お風呂なんですけど大丈夫ですか?」みたいな言ったの「いやー多分大丈夫です大丈夫です」みたいに言われて「ああじゃあ」みたいな感じで「インタビュー受けます」って言ったんだけど「まあ、じゃあインタビューの部屋に行きました」って言ったら一人誰か,イン,タ誰かインタビューしてた前にですぐに始まらなくって「でまあ、えー、大丈夫ですかね?ま」あ「まあまあまあ大丈夫か」って言ってインタビュー受けたの。インタビュー受けけたんだけど インタビューありがとうございましたって終わったのが19時1分とかだったのねもう過ぎちゃっててお風呂の便やばいってなって急いで走ってお風呂の車に乗ったのねうんそしたらもうみんな待ってたの、うん、で19時2分とか3分とかそれぐらいだったのかなほんと23分の遅刻だったんだけど、まあ、遅刻は遅刻じゃんそう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 でまあ車に乗ったわけですよそしたらマネージャーさん一人 えーとシーマナとかジュリアのんちゃんいたかなのんちゃんいたかな奥もいてでミミちゃんシーマナとかアンダーメンバーが勢ぞろいでいたんだけどで我が乗って「いや本当にごめん」みたいな「本当にごめん」みたいな言ったのちょっと「本当にすみません遅れちゃった本当にごめん」って言ってちょっとまあ結構反省してたの我はで反省して乗り込んでしたらミミちゃんが後ろにいたの。でなんかもうすごい空気が重くて あやばい多分みんなちょっとあれかなってまあ団体行動してるからあ本当にごめんと思って本当すいませんって言ってでも誰も返事してくれなくってしたら後ろでミミちゃんが「ねえ我さ今うちらがやってるのって団体行動じゃん」みたいな団体行動ってみんなでちゃんと協力し合わなきゃダメじゃんみたいな時間過ぎてるよね <laughs> できてないじゃんみたいなうちらちゃんと19時 まあ19時時間わかんないけどこの時間までにちゃんと乗ってたんだよみたいな <laughs> 言われて <laughs> で他のみんなもみんなすごい静かで、うん、こんな感じなの C マナとかもあの C マナとかもまあみっちゃん大丈夫だよとか言ってくれるあの C マナもんなんで,でジュリアの顔を見てもマネージャーさんの顔を見てもみんな下向いてて下向いてあこガチだと思って。 ガチだって、まあ、そもそもガチでもガチじゃなくても自分が遅刻したのに変われないから「いやもうほんとごめん」みたいな「本当にごめんなさい」いやいいけどさ」それで「もう本当すいません」<laughs> しばらくずっとずっと続いたのでなんか誰かが「まあ、まあ、ね次から気をつけよう」みたいな言われて、うん「ほんとごめん」みたいな「すみません」みたいな <laughs> で車発進してずっとさ乗っててさ ミミちゃんが「あれごめん嘘だよ!」って「ごめんね!」って <laughs> であれ「えっドッキリえ?」ってなってもうそっからさマネージャーさんがにこやかに「なんかあの高橋」みたいな感じで言われて「えー!」ってなってもう号泣よ「やば!」って思ってもうめっちゃ泣いちゃってもう「ほんとにごめんなさい」やでも遅刻してて。 自分は反省してたから <laughs> より本当にみたいなそうそうそうもうそもそもねマジで反省してたから反省プラスあ怒られちゃったっていうのもあって、うん、でも本当にミミちゃんも多分我が泣くっていう想像ついてなかったからミミちゃんもマジで本当にごめんなさいってガチだよってきて「いやもほんとごめんなさいいやもうほんとすみません」っ <laughs> てお互いお互い <laughs> マジで面白かったの時ほんとお互い 笑っほんと最後でそのまま裸んぼになりながらお互いお風呂に入るっていううんっていうドッキリされましたうんあんまりまあでもねあの正直、まあ、ミミちゃんも多分ねつらかったと思うよあんなだってあんな優しいミミちゃんがさ <laughs> あんなこと言うなんてさそうミミちゃんも多分ね多分 なんだろう、多分やらされたんだと思う「シーマナーは多分できない」って言われてあのドッキリするメンバーから外されたっぽいよ「シーマナーは笑っちゃうからダメ」って、うん、言われたって言ってたそのドッキリ仕掛ける選抜から外されましたって「ジュンこんばんはりありがとう」「キイちゃんこんばんはりありがとう」「うーちゃんもこんばんは」「いやーマジで,でもねミミちゃんもすごい本当にごめんね」って言ってたうん すごいでも上手だったからすごい演技が上手でマジで怖かったうん86ありがとう涙ちゃんありがとう,そうジュリアもさずっとシってしてたから本当に面白かったないや,いやそこでミミちゃんってすごいなって思ったなんかいろんな一面持ってるなって、うん、お風呂のところ詳しくお願いできますかおお風呂、まあ、お風呂呂のところは なんか次のお風呂のチームがあの瓶があるから急がなきゃいけなくってみんなでもうなんかめっちゃ急いで誰が一番最初に出れるかみたいなお風呂お風呂戦争じゃないけどなんかそういうのしててジュリアがめっちゃ早かったのだけは覚えてるジュリアが早かった、うん、っていう話でしたはい <laughs> 怖かった 食べさせてこれゆきちゃんこんばんはありがとうあんなメンバーマジ優しいそう優しいからこそそううちらだん <laughs> そうそうそう, <laughs> そうマジで面白かったマジでいい思い出だよ本当にいい思い出うん本当にいい思い出でした今でも言うもんだってそういう話あの時のドッキリが一番怖かったよって うん、だからメンバーにはドッキリしたいよねうんミミちゃんとシーマナはね何度も何度もドッキリしてくるから止まらないあの二人ね一緒にいるとね何かしらドッキリしてくるドッキリってかね騙してくるから気をつけないとねうんうん無やん <laughs> でもジュリアもちょっと怖かったんじゃないかなあの空気の中でさ年上のお姉ちゃんたち怖いとか思われたらどうしよう <laughs> うんそうだミミちゃんもドッキリされてたそういえばショーこんばんはありがとううんそう新魔のはいたずらが好きだからそうそうそうで我も 見抜けないの上手になんか上手に何か何でも信じちゃうからうん何でも信じちゃうからこそなんかそういうのが見分けられなくていつも後から「ああ!」って言って「しまう!」っていうことが多いうんでもたまに疑いまくるじゃん疑いまくると本当の時だったりがあるから「ああ」ってなる「<laughs> ごめん」うん 今アイシャドウって感じだよねまだ化粧終わってなかったのって感じだけど喋りすぎてちょっとダメだわしりおしゃべりに夢中で全然手が止まっちゃううんヒットヤッホーありがとうこんばんはありがとねんドッキリ引っかかりやすそういやそうなんだからあのドッキリもそうだけど詐欺も引っかかりそうだから気をつけなきゃなって思う詐欺もねうん にっちゃんのいつもそんなしてないよそんなしてない言うてうん合宿あるあるねでもカメラがあったらよかったねそれマジでねカメラがあったらよかったと思ううんそうカメラがあったらねそれねラサイロシクも撮れ高バッチグーだったようんうんうん、うん 初めまして言った時も我に疑われたなんか「はじめまして」って言われる時って本当に「はじめまして」の時もあるけど初めてじゃない人も言うから疑っちゃう結構 <laughs> 終わると思ってないそうあっわあ鈴ょうさんこんばんはありがとうございますまた会いそうなのでまた会いそうなので嬉しいマジでマジでとか言って我がびっくりしてわマジで本当ですか 待ってじゃあさもしも鈴龍さんと会えるということは <laughs> ありがとうございますやばい急に汗かいちゃったマジで <laughs> 確かにごめんごめんなさいご,ごめんなさいファンの皆さんこんばんはあこんばんはご丁寧にありがとうございますあ違うかファンの皆さんわれ <laughs> が普通にさ鈴龍さんのファンっていう体で今「こんばんは」って言っちゃった <laughs> マジでとか言っちゃったそうマジですか本当ですかってことかうん 熱い,熱いうんなんだかんだ言って詐欺に引っかかったことまああんまり詐欺にこう詐欺詐欺っぽいことを仕掛けられたことがないからねうんこんばんはこんばんは、うん、ファンの皆さんこんばんはありがとうございますもうマジですか <laughs> まあ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 、まあ、うん何も知らない我 <laughs> 待ってドッキっきり マジで今ド,今ドッキリに仕掛けるしか今に引っかかりやすいっていうのと何でも信じちゃうからあのー、そうドッキリの今仕掛けられてるのかな <laughs> 大丈夫かな <laughs> うんねラジオやニュースまた出れたら嬉しいなうん。 我れちゃんのファンの皆さんこんばんは <laughs> 我のファンの皆さんこんばんはですこんばんはありがとうございますご丁寧に、うん、いいねでもさ我もさどうする鈴鹿さんからのドッキリとかだったら <laughs> うん詐欺じゃないから聞いてほしいんだけどみんなに言うだけで稼げる方法があるんだ絶対詐欺じゃん詐欺師じゃん <laughs> そんなのは でもさみんなに言うだけで稼げる方法っていうのは例えばだけどセミナーとかさこの交通事故安全集会みたいなんでこう教えてくれる人いるじゃんそういうのだけでお金が稼げるっていうのもあるからね仕事によるよねそれってうんニュースの方マジでニュースキャスターで出ちゃう <laughs> うんナインこんばんはあありがとうニュースの方でそれでは本日のニュースです映画を10分に省略したなんだっけあれなんだっけあれなんとか映画やばいもう名前忘れちゃったあの時のニュースが印象的で忘れられないんだけどあ我がニュースの方最悪だそれ我が何かしでかしてそれを鈴龍さんが あの解説するってことそれめっちゃ最悪だそうならないように気をつけないと <laughs> 高橋しみのりドッキリをされ感情爆発物壊すみたいな <laughs> そんなニュースだったらやばいね、うん、ヒートパチパチありがとうあ,ありがとうファスト映画だそうだファスト映画そうだ何とか映画だったファスト映画うんねファスト映画ってね割れ結局出会ったことないけど調べれば出るのかな 見ちゃダメですよ皆さんファスト映画見たらもうねそれはねもう悪だからうん悪 <laughs> そうだみんなすごい覚えてるさすがだねコメンテーターコメンテーターあコメンテーターねダメだもほらもう言えない <laughs> ハンペンくんこんばんはありがとう、うんうん、パーソナリティいやでもねラジオ大好きだからねうん何度考え直しても我がネズミ子を断れたのは奇跡だと思いますいやそうなのよ我のビッグニュースは 講に誘われてちゃんと断れたっていうちゃんと判断できたっていうのが我はすごいあの自分的にはビッグニュースだと思う、うんうん、高橋みのりの部屋汚い速報もういつものことだよ、うん、詐欺に引っかかりました元ラストアイドルの高橋みのりさんが詐欺に引っかかりました何億万円のお金を奪われましたそんなに持ってませんうん 捕捕ままったらら面会に行くよ <laughs> 絶対捕まらない人生で絶対そういうところに行かない自信がある俺ねあのねなんで自信があるかっていうと結構そういうの勉強したの勉強した「トールバラちゃんありがとう」「ヒートかっこいい」「ありがとう」「ありがとうございます」うんえっミッタンミッタンやばい,やばいこんな滑舌で今からちょっと一緒にお仕事できるか不安だよちょっと滑舌もうちょっとねトレーニングしないと。 うん、ネズミ子の主犯として最悪だり <laughs> えママこんばんはありがとうありがとうみっちゃん登場会に呼んでいただいたのが読んでいただいたのが応援のきっかけだってすごいラジオアイニュースが我と汗をつないだありがとう <laughs> お金貸してねあのねお金はねそう貸すのもよくないっていうね何百万とかは貸さないまあ家族だったら貸すかも母とか母や ば、まあばとかまあ貸すじゃなくてあげるだね家族だったらもう、うん、みっちゃんねズーミーこんばんはありがとうやばいやばい <laughs> 滑舌が悪いしゅしゅそうそうな何の勉強したかっていうとなんかあのアマゾンプライムにあったんだよアマゾンプライムになんか刑務所みたいなお話があってなんか海外の刑務所なんだけど なんか少年院とかなんかすごいやんちゃな女の子ややんちゃな男の子もうこのままじゃギャングみたいになっちゃうみたいなもうすごいそういう人になっちゃうから更生させたいということでなんか強制的に刑務所に行かせてそれで学ばせるみたいなそういうなんかムービードラマわかんないなんかドキュメンタリーみたいなのがあったんだけどそれ見てなんかすっごい学んだ別に学ばなくても悪いことしちゃいけないっていうのは知ってるけど改めて。 なんかどれだけ辛いか,なんか人を傷つけることもそうだし家族も間接的に直接下さなくても誰かが傷ついてることもあるし後悔の嵐その時の感情だけでダメっていうことがたくさんなんか伝えられてて「あんたたちは私みたいになるんだ!」みたいなめっちゃ叫んでてあなんかこれってすごいまあ当,たり前当たり前のことだけど。 なんか例えば一時の感情でこう誰かもう精神的におかしくなっちゃう人って多分絶対いると思うてかそういう風になっちゃってまあね悪さをしてしまった人っているからなんかそういう風にならないためにも一回は見てもいいんじゃないかなって思うああいう動画映像。うん、我らはあれを見ながらあの家の中でハンドクラップを1時間とか30分とかめっちゃ踊って汗かきながら <laughs> <laughs> やってましたうんパンダこんばんはれありがとうありがとうねん世界丸い目」で見たことあるあそういう映像かもしれない、うん、プリズムブレイクえわかんない名前わかんないモッチーハートありがとうありがとうね、うんうん二度と出られない刑務所そんなのあるの見たことある 一回入ると分かるって聞くそう見る見るよりも入る方がねもしかしたらいいのかもねなんか刑務所とかさ日本はあるのかなそういうなんかそういうコース見学みたいな悪い人から悪いことをしてしまった人から教わるみたいな「五郎こんばんはありがとう」ありがとううんビリーズボートキャンプじゃないけどさあのさ「タンダ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 ンタンタン」ってなんってかさ「ン っていうあのねねダンンス一時流行ったよ、ね、ハンドクラップあれをやってた、うん、でママにたまに「何を見ながらやってるの!」っていう「<laughs> あんた!」って感じだった、うん、なんかねすごい怖いって思うから我も恐怖心があるからすっごい夢中になりながらでも踊るしみたいなだからあの時間を忘れるあっという間に30分なんて過ぎるよ、うん どうすれば脱獄できるか絶対に逃げることはできません悪いことしたら絶対に逃げれませんよ皆さんヒート GG! ありがとう !GG! ありがとう本当によく言うと嬉しいもっと活躍ありがとうございますありがとうございます、鈴、え、ず、ー、さん <laughs> もうまたすぐに会えるように頑張りますしばしばお待ちください頑張ります <laughs> ありがとうございますゴロチェリーちゃんありがとうチェリー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 チ チェリチェリチェリありがとうありがとうございますまあこんばんはありがとう、うん、本当にホワードだったねドッキリじゃなくてよかったうんドッキリじゃなくてよかった <laughs> うん高橋みのりさん引き続きああもうありがとうございます優しい優しいようんー網走る刑務所網走る刑務所なんかいかにもなんか綱渡りで逃げれそうな刑務所の名前だねうん 見なくても教えてくれる人いたからな <laughs> あーメルタン悪だねー <laughs> うんうん今からやってみるビリーズボードキャンプ足しか見えないし多分ねこのスペースじゃ絶対できない <laughs> 部屋片付けるところから始まるうん悪お願いします もう本当に優しいみんなありがとうありがとううーん刑務所の近くに住んでると出所した人がタクシー呼んでほしいとか駅までの道教えてって声かけてきたりするうーんなんだでも出所するってことはまあ再犯がないといいよねちゃんと構成してさしっかり新しい道をそのための刑務所だからねうんしばしば <laughs>

あの、あ、アルゴメトリーさんの動画見てた時に、しばしばっていう言葉があって、え、これ言ってるじゃんって、やっぱあれはってるじゃんあれと思ってみんなに言おうと思ってたんだ。しばしば。ここ最近の動画だった気がする。しばしば。みんな、よかったらアルゴメトリーさんの動画ちょっと見てみて、しばしばっていう動画が確かどっかにあった気がする。言葉が。うん、アミハシル刑務所。あ、海外なんだ。うん。アバシ、アバシリっていうんだ。 網走刑務所って言うんだヒートいいねありがとうありがとうドッキリじゃないよね絶対ドッキリやめてくださいねヒートレインボースターありがとうどうもありがとうございます網走刑務所ねうんえ修学旅行で行くんだへえ網走網走網走かと思ったうん うーんえー、なんかちょっと気になるなちょっと調べてみようか漢字を勉強してもらうのででもねあのねアイニュースはすごく優しいことがあってあの振り仮名を教えてくれる栗林さんがまあでも自分でも調べるけどねちゃんとなるべくうん聞きますね網走だよね網走 うん目が芝居しばしばしば使い方の問題 <laughs> 我も公正しなさいよいや我は元から元からちゃんとしてますようん元アイドルがだよ。マジでそんなことあるの芝居家の犬の名前ううん しばしばはみのりちゃんまでしたあ我の配信見てくれてるのかなもしかして <laughs> マーニャ可愛かわいい,可愛いかわいいかわいいかわいいりマーニャもうかわいいよありがとうマーニャありがとうマラちゃんもたくさんありがとうありがとうジャイアンツ A ちゃんこんばんはジャイアンツ好きなの我のおうちもジャイアンツ応援の家庭ですはいみのるちゃんバジュベバジュでグータッチバジュベバジュでグータッチマンジー こんばんばは <laughs> 気になったので来たありがとうマジでありがとうよろしくね彦太郎青空元気こんばんはありがとうアロゼットミンこんばんはありがとう島の刑務所へえ泳げないと無理なのかうんうんもっとあ新潟なんだお土産で手錠売ってるえそうなんだ なってた今日ねまだご飯食べてないからもう今日これ晩ご飯ようんよちょっと一回上行きますコメントありがとうございますたくさんマーニュありがとうありがとうありがとうございます巨人は好きやった今最低やねこの前10対11で負けていましたすごいよねもう大変でみんな暑いよ、うん、マーニにハートありがとうありがとうキャノレインボースターありがとうありがとう うん、うん、悪で続けた、こんばんは、ありがとう。ちょっと待って、あ、あみじりだっけ。なんだっけ、あみじりだっけ、なんだっけ、あみ。えっと、なんだっけ。さっきの刑務所。あ、あばしりだ、あばしり。あばしり刑務所。調べてみる。みんな <laughs>。すごいよ。 なんだっけどあばしら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 すごい早口言葉でできるじゃんこれモコこんばんありがとうエイちゃんフォローありがとうありがとうおやすみおやすみありがとうおやすみなさいホシピこんばんはありがとうヒートウありがとうありがとうねキャメルインボスターありがとうありがとうね よしちょっと網走刑務所調べてみます観光にもなってるの観光って書いてある青丸ありがとうレインボースターありがとう <laughs> ありがとうございますうん <laughs> 博物館博物館網走監獄公式サイトえなんか怖い うんうん、幸福の黄色いハンカチ聞いたことあるなアザラシ、うん、大人1,500円高校生1,000円小学中学生750円で網走監獄に行きます 取調室とかあるんだ観光野球館があそういうことかあ昔使われてた場所を観光地にして今はちゃんともっとすごいところってことヒートペンライトありがとうありがとう小小学生かは 無料ななんじゃない <laughs> 前には6歳だからあー北海道へーやばいなんかすごいよなんかこういうの見るとね緊張しちゃう見てだってこんな銅像があるよもう待ってねこんな銅像を見ただけで怖いもんちょっとちょっと怖い すごい中身がサウナ室みたいになってるサウナみたいになってるうんリアルだねさっきのはね銅像みたいななんか分かんないなんかお人形さんろ人形かな渡るはたありがとうありがとうこれ中なんだけど中なんだけどなんか <laughs> あ日本一過酷で脱獄が難しい刑務所と言われている、うん、さあ <laughs> こんな感じ、うん、怖いねこういうの見るとねやっぱちょっとゾッとするもんなんかなんかさあれ結構さ昔の歴史とかさ調べたりする時があってアウシュビッツアウシュビッツ、リッツ強制収容所みたいなさとかさ、ね、なんかそういうの今ちょっと。 でもさ、木造なのってさ、ボールでかめてみたああ放射状の建物そうそうそういうやつそう木造なんだねなんかさアメリカンなさ韓国なんか刑務所ってさ結構あの鉄みたいなイメージがコンクリートみたいなイメージがあったからうん いじめマジいじめれいじめ大っ嫌いなんだよねそれは監視するところあそうなんだねそう <laughs> 怖いアメリカンクニちゃんこんばんはあありがとう昔はもうとそうだよね稲丸こんばんはあありがとうあレ0時なったみんな悪さしちゃいけないよっていう話 えちょっと誰かのブログみたいな「怖かった」と言ってるやばいさっきの銅像と違う顔なんだけどさっきと違う顔が飾られてるあなんか動いちゃう同じ場所に、ね、飾ってるやつ怖い怖いヒート泥棒ちゃんありがとうありがとうございますうんうんうんそうなんだ 怖いよでも涙袋なんかメイクみたいなしてある怖いねこういうのもねこんな感じであの事情聴取みたいな感じになんだって面白い顎にのりがついてるとこ <laughs> ねね錆びさせて6あっああ汁の汁の塩分で 彼氏違う違う違う。マロ可愛いありがとう。あ、7月もよろしく。そこ7月になったんだ。お願いします。7月も。7月に入って、7月一発目に。被告人室っていう部屋があるらしくて、見て、こんな感じで、老人形が座ってるんだけど、ちょっと見ると、もうめっちゃヤンキーみたいな、ヤンキーみたいな人が。ヤ <laughs> ンキーみたいなさ。 あーいっぱい初見さんありがとう元ラストアイドルの高橋みのりです我とかみっちゃんって呼ばれております好きに呼んでくださいありがとう来てくれてありがとういかついこの人いかついめっちゃいかついもう悪さしてきましたでも反省はしてますみたいなエディこんばんはありがとうすごいねそうい老人形が高知室何これ何室だろう <laughs> うん、こ,こうやってこういう老人形がたくさんあるっぽいですね。怖い待って怖いみんな怖いな大丈夫こんな感じでみんな、高知室か。こんな感じでみんな寝てるんだって。で <laughs> それ部活のコーチうん部活のコーチ、うん、入った瞬間に「うわすごいこれ鼻毛とひげが一緒になっちゃってる」みたいなサウナみたい確かにサウナみたい冬寒そう確かにねすごいよこの人ひげと鼻毛ちゃんがいっぱいうんみたいなのあったりしてすごいねまあこうやって老人形とかがたくさんあったりとかしてるんだね ねえ怖いねえ北海道の冬確かにね寒そうだねさっき言ってたねそうなんか先端の方だって北海道のここだってここの部分、うん、歩くんだってねあじゃあみんながお風呂「お風呂お風呂お風呂」って言うから。 そう遠いねそうそうそう鼻毛の処理もじ <laughs> しないよ絶対しないようんサラコでええー、怖い監獄の刑務所ねー実家近いマジで懐かしいな待ってこの写真見て懐かしむ人やばいよ大丈夫更生したのかな我さんどこ <laughs> いないいない我ここにいない 入ってないです入,ってない入れ墨入ってる人いるね確かにすごいいるこれはねえーっと規則違反を犯したものはここに入れられるらしいですこのなんか悪いことしたらこういう外のこういうところに入って。 白いお湯白い白湯ってか温めた水しかお湯しか飲めないらしいです悪いことするとパパ <laughs> うんそうだよメンバー <laughs> 遅刻すると怒られるからねああ投資しちゃう方もいるんだ寒すぎて亡くなる方もいるらしいです いやそんなことないらしいです質問箱だった今のうんということで皆さん、えー、今お話しした通り悪いことはしてはいけませんどうかね健全な毎日を送ってくださいうん作業は健康確かになんか胃の中がすっきりしてねデトックスみたいな,なんか分かんないけどねそういうのですっきりしそうですねということでしたこんばんは アドブルこんばんはありがとうピーナッツああピーナッツないわこれピーナッツないわクルミアーモンドカシオナッツしかいってないナッツはもらえませんヒートファイターありがとうありがとう今からすっぽっぽんで外に出るぞああもうそれ網尻だら絶対網尻網尻だっけ <laughs> えっとなんだっけ網尻 網走にもう送られちゃうわごめん <laughs> みんなありがとう本当にうん寝たやね涼しい話寒くなった怖くなった、うん、みんな悪さしちゃいけないよって話ですよ悪さよくないよもう悪さしようと思ってする人なんてあんまりねいるかうん <laughs> アバジリミンが泣いたパブブプボボンちゃんこんばんはありがとうレマニアアバジ第一号ダメだよみんな絶対にみんなずっとずっとそばにいてねうんいつも元気ですねうん元気ありがとう元気をやばいめっちゃお茶飲んでたお茶はむくみが取れにくいのに、まあ、いいや ちゃんとマッサージもして。そう。っていうことで、高橋康隆、こんばんはでありがとう。皆さん、7月になりましたが、7月は今年はどれぐらい暑いのかしら。俺さんのファンをするの、ふりをするのやばいね。なっちゃえばいいと思う、そのまま。なればいいと思う。取られれば悪さしない。<laughs> そう。みんないい子でいましょうね。ヒートアイスクリーム、ありがとう。 ありがとうトールこんばんはありがとう7月マジで55度やば明日名古屋40度マジでやばむくみ取りにくい水よりお茶の方がむくみが取りにくいですうんうんうん 40度いったところあるか確かに7月40度もう過ぎてるところあるとか度45度とか全然あるんじゃない去年の7月ね去年の東京の7月は 34度あれえ最高気温が34おかしくない ?34 度だって34.735度ぐらいかな去年の東京の最高気温35度ぐらいらしいイノシュン,イノシュ,シュン <laughs> イノシュンごめんイノシュンタクこんばんはれありがとう今年暑いからみんな気をつけほんとにねあの温暖化やばいと思う、うん、ねっマウスお休みジュンお休みなさいありがとう ありがとうございます、うん今年は6月が結構本気出したから7月も多分本気出してくると思うんだよねうんえっとね去年の最高気温埼玉だって41度あ四40度もあっ違うわ過去の過去の 7月だけで見て過去の最高気温は2018年が41度を観測してますね去年じゃなくても一昨年とかしおと年と,とかしおとと年ぐらいとかも暑い時はあるっぽいうんみっちゃ40度100度以上超えてくれないと困るよみんな我への愛は100度うんいや本当にみんな頑張ろうね今年の夏一緒に乗り越えよううん 乗り物とか建物は割と涼しい外との気温差で体調悪くなるわけそうなんだよねいや本当にそうなの我もさ結構さ寒いってスーパーとかめっちゃ寒くないだから思ったの寒すぎないスーパーができたらもう最強なんだろうなって思うみんな外暑いから半袖とか着るけど結局スーパー行くとめっちゃ寒すぎて上着着るとかあるからねありがとうティアティア流れ星ありがとううん ほ、ね、本当にね梅雨とかさ梅雨と秋がなくなりそうな気がしてるわり秋なくなるんじゃないかなって思ってるすぐに寒くなったりなんか春夏秋冬があるけど春夏冬で梅雨と秋みたいな秋がもうなんか梅雨みたいな感じでなんかそういう時期みたいな。 なんかそういうふうになりそうな気がする夏は本気出すよ今年もきっとサンソンハートありがとうありがとう大きいアイスありがとう <laughs> サーティーワン食べたいねいっぱいありがとうアイスあアイス祭りありがとう <laughs> ありがとう マニありがとうアイスあんあん31のキャラメルリボンをいただきましたありがとうございますエンペラペンギンこんばんは <laughs> やばい <laughs> やばい本当に日本語やばいこんばんは梅雨本当に一瞬だったよね花粉なくなる花粉症がなくならないんじゃない秋雨っていうのがあるんだそうそういうのじゃない急に暑くなって急にそうなんか去年も秋全然なかったなって思う 暑すぎるから10月が本気出しして松を通り越しあそうだね夏が本気出してちょっと前塗りしてほしいよねわかる、うん、うんうんうんねえ夏がね結構今回は主張激しいよねうん秋なくなると思う我も 冬も降りらしくない、ね、雪もあんま、あ、でもそう、あ、でも去年降らなかったっけ、雪、今年雪だーってなんか楽しんだ気がする、事務所の前で、めっちゃ遊んだ気がする、この時間待ち過ぎ、なんか6月にエアコンつけてるのってめっちゃ早いなと思うけど、うん、もうなんかせざるを得ないよね、つけざるを得ないと思う、トラックでい動いだけど、結局積み込みは夏、外だからこの暑さやばい、大変だね、うんだからさ、そういうさ、 宅配,業宅配のお仕事してる人とかってマジで金荷物とか大変だと思うしそれこそこの前届いたお荷物がめっちゃ段ボール厚くってなんかもうありがとうございますっていう気持ちでいっぱいだったすごい暑いんだろうなってイノシンバラ花束ちゃんありがとうありがとうマロタコちゃんありがとうありがとう青森また梅雨っぽいあーそっかでも地域によるよね真ん中のところは結構もう夏だね まだをこんばんはありがとうありがとう来てくれてくるみ食べたいうん美味しいマジでこれ美味しいおすすめだよ美味しいよこれは糖質8.4の食物繊維2.6のう,ーんうんとうんです <laughs> 夏いらないいやそうなんで我も冬の方が好きだからねうん、うん、そう雪の中の動画がねインスタにの載せてあるうん そう水不足になったらねそれはそれで大変だから梅雨もちゃんと仕事をしていただかないと困っちゃうよねうん12年前の8月一度も雨が降らなかったマジでそれさ夏野菜の調子はどうなの夏野菜の気持ち考えたことあるの雨の皆さんまあ水あげてるかさすがに <laughs> うん冬は雪降らなきゃええー。降ったら嬉しいよあれ あんまり降らない地域に住んでるとさ雪がすごく新鮮でもうほんとテンション上がるうん来週梅雨もあでも確かにそうなんか1週間ぐらい雨の予報あったよねみっくらぽん、うん、しんちゃんこんばんわれありがとう元ラストアイドルというグループに所属しておりました高橋みのりですわれとかみっちゃんって呼ばれてます好きに呼んでくださいありがとう来てくれて ありがとうこん。ばんは<ャ> <laughs> 異常気象が当たり前そうだねもうこれが多分普通になってくると思うコロナもなんか異常な現象だったけどコロナもだんだん普通の現象なんかインフルエンザと同じぐらいになってくると思うようん毎日16度ねー本当にそうだよ夏生まれだけど冬の方が好きうん我は冬生まれで冬が好き <laughs> 夏っぽいって言われるけどね いからは水着配信だな水着で見てください皆さん水着を着ながら見てくださいトッティこんばんはあれありがとうありがとううんそう,だ、ね、そうだよねそうだよね北海道はね雪はかなり降るからね北関東の冬は超寒いねえうらやましいまあでもうらやましいと言ったってね雪で命を落としてしまう人もいるからまあ一概にもうらやましいとは言い切れないけどやっぱうらやましいなと思う雪が本当に。 雲の上はいつも晴れなので多少のことでは動じませんかっこいい最近雨だったり猛暑だったりねえ体調が本当に怖いコロナはどんどん新しい薬かねえだからワクチンとかどうなんだろうね今うんおさみみこんばんはありがとう春生まれで春が好き素敵爽やかだね桜が似合うよ4回目の予防接種ああそうなんだね俺もやんなきゃな全然やれてないや今 水着になっていいんですかぜひ皆さん水着になって配信を見てください <laughs> うんそうなの夏生まれの人は暑さに強いらしいやっぱ生まれって関係あるの冬生まれは寒さに強いとかうんあ道路が凍るっていうように我もだからさ教習所行った時に高速道路に乗る なんか試験みたいな,なんかその練習があったんだけど1月超えちゃったから高速乗れなくってモニターで練習したうんなんかゲーム部屋みたいな感じでなんか4つ4つか5個か4つ5つのモニターがこう置いてあってそこに「マリオカート」のゲームのやつみたいな置いてあって。 でめっちゃ急に飛び出してくるおばあちゃんをめっちゃ弾いちゃった <laughs>、うん「雪だるまつくろう」歌ってる人いた「雪だるまつくろう」は雪の雪っていうかクリスマスの歌を歌って今涼し,涼しくなりたいうんドライブね怖いねだからね冬はね怖いちょっと運転。 雨に打たれる女の好きだよ部活の時よくやってたなうんめっちゃそうシュミレーターシュミレーターでめっちゃ弾いてたいやだあれ急に飛,んで飛び出してくるから怖いよねうんで <laughs>、ね、やばいそれでめっちゃ笑われたことを覚えてます今でもうんやばやばっドンおばあちゃんって子供とかもまず、あまあ、最初の頃ね、まあ、ちゃんとそれでもうシュミレーターちゃんと弾かないようになったけどだから合格して免許取ってるんだけど今。 うん本当に危ないわ峠をんだなんとか峠をセプターそうマジあば、<laughs> 捕まっちゃう教習所はスレッドレースタイヤついてないのわかんないけどわかんないけどもう決まってるの教習所でついててもついてなくても多分危ないからじゃない免許持ってない人が高速乗るのうん うん。みゃんこ先生流れ星ありがとう。うん、うん。藤江こんばんは、ありがとう。グラセフね。グラセフさ。本当に申し訳ないけど、あれね。人も引けちゃうしさ。あと、人殴っちゃったりするじゃんね。 持ってたお姉ちゃんが持ってたからやったことあるんだけどあれすごいよねなんか日常的じゃないからこそなんか「ってなるなんかアドレナリンがすごいギャーってなるグラセフってあのねなんかねあのー、海外のリアルな街並みがあって自分は男の人とか、まあ、選ぶんだけどキャラクター選んで選ぶんだけあ勝手に選ばれるんだっけ んでこうやってまず歩くの歩いてで運転してる人から車を出し合ンって言って奪ってで車でウエーンって人がいてもお構いなしでこう突き進む突き進めるゲームがあるんですよあれめっちゃ怖かったなでもあれ実際にあんなことされたらたまったもんじゃないよね秋葉原とかでさ歩行者天国とかで急にやられたらうん 首都高速怖くて走りたくないうーん確かに怖いねえ免許与えちゃったもうゴールド免許だからね我避けるのは難しいまあそうねみラリーリさんあかねさんに怒られる <laughs> うーんえー、レンボーブリッジが凍結したやば怖シャネルこんばんはでありがとう ボールがが飛飛びび出出ししててくくるのでで攻,攻略できます子供が飛び出してくるあー分かる分かる分かるあのシミュレーションのやつねうん安心安全のゴールド免許一回も違反なしノー違反まあペーパーではありつつもまあちょこちょこ運転してるけどね、うん、任してうん車で <laughs> 出会い確かにあそう言ったんだよマッチングアプリの女の子にマチコってマチコって LINE したのしたら。 もうマチコって絶対呼ばないでって言ってた絶対にもうマッチングアプリ卒業したからマチコだけは呼ばないでって言ってた<ー>普通に凍結で滑ったね怖い危ない教習中は山地で怖いうん,んお風呂入っておろぽ飲ん飲んでまずおやすみバンパイおやすみありがとうどうもありがとうございます俺は安全運転する、まあ、意外と安全運転かも うん、安全運転だしそんな飛ばさないそんなにねあんまあのそういう何車線変更とか無理やりしない自信がないから自 <laughs> 信がある時しか行かない逆にちょっと嫌われるかもしれないんだけど歩行者が少しでも横断歩道もう。 ギリギリまでったら絶対止まるとえ我が絶対いやいけるよって思っても横断歩道に歩行者がいたら絶対止まる我はよく自分が歩行者で歩いてても横断歩道歩いててもあこのタイミングで行けるんだすごいって、まあ、全然余裕だからいいんだけどわすごいなと思いつつも我は絶対に歩行者が横断歩道に足を踏み入れてたら曲がらないだから多分後ろの人からしたらああ嫌だなって思われるんだろうなって思う絶対嫌だ,らいやだって言われる 富士江ありがとう天使ちゃんぴよぴよー,ーマイエンジェルマイエンジェル富士江ありがとうぴよ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 ありがとうありがとう煽り運転もねされても多分気づかない見てない多分後ろ <laughs> 後ろ全然見ないか見ないっていうかその何見るけどこう煽られてこうめっちゃ車間距離近くされててもま近いなぐらいそれより前を見ちゃうめっちゃうん。 ずっと初心者 <laughs> そうそうそう <laughs> ねえあん運転お願いします任して事故路やりますしあでもねそうなの実際これが正解なんだよあの歩行者優先だしあのー、何何だっけ横断歩道を渡ってる人がいたらあの何そう待ってなきゃいけないからね汚れさんこんばんはでありがとう うん、早足で行かないといけなくなるから先に行ってほしいあう、まあ、それはあるそれあるうん人がいたら車が行ったらパトーカーいたら捕まるらしいよねまあ本当はそうなんだけどさ、うん、俺は絶対止まるうん、うん、自転車でも横断歩道に人がいたら止まります自転車でも横断歩道に人がいたら同じ方向に進む時、うん、そうなのよ スマホ見て飛び出してくる人ええー、それ怖でもルール守りすぎてもええー、でも絶対にルールはさ守,る守った方がいいと思うんだよね交通ルールだけは絶対にね交通ルールだけは絶対守るよあれうんだってもうねあの無事故無違反で過ごしたいもんあれ人生をうんうんそうだね歩行者優先その通り 車間距離近いい人やめてほしいうんなんか一回こう止まってて止まっ信号で止まったんだけど後ろめっちゃ近いなとは思ったのお姉ちゃん乗ってて「ねえこれ煽られてるのかな?」って言ったんだけど「気にせず前だけ見てろ」って言われたお姉ちゃんにすごい力強い言葉をいただきましたうん。 横断歩道に見ちゃったら背中が遠く消えるまで見よう。消えるまで見よう。ありがとう <laughs>。すっごいそれ後ろの車からめっちゃププーってやられそうだね。下打ちしながら止まります <laughs>。してそう。してそうだよ、うん。我ら運転してたら喜んで飛び込みます。我が運転してたら喜んで飛び込。<laughs> やめて。絶対やめて。 自転車車と一緒そう自転車はね歩行者じゃないからね赤信号でも突っ込んでくる車いるいや本当にそう見たことあるよ一回夜中怖って思ったもんだからみんな気をつけてねそうでもそうやって怯えながら生きていくのもね辛いよねめっちゃ横断歩道を渡るたびにすごい死ぬかもしれないと思いながらね列が進まないはくし会の方がい,れるすか <laughs> いっぱいいるとねうん,うんあ原付も確かにね ルルールも守ります偉いえらいポケセンのレジでそうなんで車間距離後ろのね中国人の方めっちゃ近かったんだよねそうまあ仕方ないけどね前に詰めてって言われてたからアナウンスチャーン定食こんばんはありがとうそうだよ前だけ見てろ安全優先だからたまにルール違反しても安全を優先するよまあね命が大事だよ それ長寿だな。これは次女です。これは次女なんですよ。今言ったのは次女基本車一緒に乗る時は次女が一緒に乗ってます。次女が車持ってっちゃったから。うん、青丸かわい,い。い <laughs> ありがとう。ありがありがたね。トラックがふらふらしてたらフル加速で追い越すね。あのね。高速道路のトラックはあの寝てない人とかも多い。寝不足の人多いからね。危ないっていうね。 スーパーのレジで距離感どうなってんのってぐらい異常に近くて並ぶ人はあおり運転ですかえでもねなんだろうねそういう人って早く前行けよって思うのかもしれないけど我が参ったところで列は変わらないしって思うんだけどいつもうんそうそうそうヒートばらちゃんありがとうありがとうありがとう まあね2択 2V1 外したね今 <laughs>、うん、高速でめっちゃ遅い車は逆に怖いいやーそうなんだよねそうスピードもね遅すぎるのも怖いよねなごみフォローありがとうありがとうこれからも仲良くしてねありがとううんリアルありがとうリアル可愛いありがとううん弁通何だろう弁通って車 の車はなんだろう道連れってこと目の前で事故されたああ怖いねいや本当に危ないからねみんな気をつけようね歩行者でもね安全じゃないからああそうなんだあんま詳しくないからちょっと全然ごめん話を膨らませれなくてごめんねああそうなんだ <laughs> あんまり詳しくないからさ 道にバイク乗りなので、バイクも危ないよね。お姉ちゃんが一回ね、あのバイク乗った時に、あの怪我してたから。そう、うん、マレーさんが知らずに違反して捕まったら、泣きながら違反、反則切符書きそう。うん、知らずに反どうしてなんでですか。覆 <laughs> <laughs> 面ポとか、あ、ね、危ないよ、危ないまあでも。 それね得点稼ぎたくてねすっごいところずっと見張ってる警察の人とかもいるっていうよねまあそれは違反した方が悪いんだけどうんキユーピーフォローありがとうありがとううんうんまあでも車はねごめん本当に全然話を広げられなかったけど車は安全運転が一番うん 運転更新もねちゃんとして絶対免許剥奪しないようにね友達が一回それで免許剥奪になったからやばいよね免許剥奪するってほんとすごいと思ううん周りが勝手に気遣ってくれて楽でしたベンツのつがあ怖いと思われたんだきっと、うん、得点稼ぎ得点稼ぎ言わないっけ点稼ぎみたいなうん一生ゴールド免許でいてね任してみんなのみんなのためにずっとゴールドでいるから。 ゴールド系高橋みのり「かじくん流れ星ありがとう」「ティオテオレインボースターありがとう」ありがとうございます注射は得意まあ、普通ぐらいかなカメラのやつがあればピュってすぐいけるけどない時はたまにちょっとやり直しちゃう時もあるうん高速そうだね高速もいるよね車検もそうだねまあでもねお姉ちゃんがねあれだから大丈夫そこは「はい」ありがとうヒート」ありがとう ゴールド勝負どう <laughs> どういう勝負それ <laughs> みんなでみんなでいつまでゴールド免許でいられるかちなみにゴールド免許じゃない人もいるのかないか、まあ、いるかさすがに免許証の写真はめっちゃむくんでるよあのね俺ね免許証を更新する時にあの免許持ってない人はねもしかしたらあのなんだこっちゃって思うのでちょっと説明しますと免許更新って言ってちゃんと免許なんか免許センターみたいな,なんかそういうところに行くんだけど おーブ,ルーブルーまたかあれ緑ブルーゴールドだっけあれそうなんかそれであそう免許センターに行ってちゃんと写真撮り直して講習、まあ、ちょっと動画見たりとかで違反しちゃったことある人とか事故とかそういうのある人はまた別の講習受けたりしてでそれが終わったら免許をまた新しく更新するんだけどなんか。 それを更新するのっっててて期間が決まっててお誕生日の例えば我は12月12日生まれだからあそう警察の,のもできるのかうんうんそう我々は12月12日生まれだから11月の12日から11月の12日か11日か分かんないその誕生日の1か月前後までの期間なんかアラームなっちゃった。 えな何でアラームになったの今ここ怖い昨日のやつかな昨日おっしゃったんだ多分そうあのー、1か月ちょっとごめんねそう俺もびっくりしちゃった <laughs> な,なんでだろう多分昨日多分おっしゃったのかもそう俺もやっぱりドキッとしたうわということでそうそうなんだっけ あそそうそう新しい時それそれそれ警報だ警察が来ました <laughs> <laughs> 大丈夫消しといた <laughs> もうこかなんでこの時間多分おっしゃったんだろうなきっとミスミスミスうんということで <laughs> 切り替え早いのうんこのアラームで起きれないこと全然あるよ全然ある なんだっけなんなんなしあそそうそれでねそ免許更新するんだけど1月の本当にもうこの日に行かないともう免許剥奪ですよみたいな日に行って、うん、しかも結構時間ギリギリ4時とか3時とかすっごい時間ギリギリの日に時間に行ってやべえってなってでその時もう忘れてて焦っててもうなんかねむくんでたの顔のマッサージとかもう何も気にせずに行って。 で化粧も適当にパッパッパッパって髪の毛もなんかまあ若干ストレートだけどちょっとうねっててみたいななんかもうそのレベルでいったからもう人に見せれないぐらいそうちょっと失敗した服も黒でいっちゃってあのね黒い服であんま行かない方がいいらしいよ免許の,あの免許証の写真ってなんか肌が悪く見えるって言ってたうんそうだから明るい服あれ何の色を着ちゃいけないんだっけ黒と黄色がダメなんだっけ なんかね、免許写真ね着ちゃいけない着ない方がいいっていうえっとね服装のおすすめ確かあったんだよあんまりよくないってそうみよみ ミオンミオンこんばんはありがとううっかり執行たるらしいそうだ本当危ないよねあやこんばんはありがとうとうる結婚してもちろんありがとうキャブ結婚して祭りありがとうもちろんキャブ起きてー起きないなブー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 , <laughs> ブーあ服装は白かベージュなど明るい色を選びましょう 暗い色は肌がくすんだように見えてしまいますえー、とあと青色、青系は背景も青だから避けた方がいいですえー、襟元が空いている V ネック U ネックのもをきものを着ることで顔を細く見えることができますそんなことある、うん、っていうことでしたね。 うん、ボクサラの衣装で行くしかないいやほんとそれでね冠なんてつけちゃったりしてインスタにアップしてあ免許証の写真はねアップできないな怖いなあごきざりおやすみグッナイグッナイごきざりグッナイトモローバイおやすみ,やすみうんうんフ番代わりになら確かにね白だと反射していいかもね ちょっと免許証はね怖くてね載せれないなんかね免許証ってねなんか画像加工とかして見られちゃうこともあるんだって免許証なんかそういう加工技術加工を外す技術を持つ人がいるみたいな危ないからそういうのは載せないようにします <laughs> 青を着てって生栗になりたいだから本当にガチの水色本当に色があった水色着たら多分なるんじゃないスーさん結婚してもちろんありがとう うん黒そう黒は着ちゃったからあれほんとミス、うん、なんかさ面白い髪型とかさ面白い格好してさ撮る人とかってたまにいるよねでもはゴールド免許は5年なんだよね5年で更新だからちょっとそこまでふざけてられないわ <laughs> なんか 例えば写真を撮る前に免許証の上に紙紙とかなんかこういうのを置いて隠したいところ置けばいいんだけど画像写真撮った後に上からペイントとかすると画像の加工では撮れるらしいからみんな気をつけてね。うん マジで気をつけてゴールドの服着て <laughs> ゴールド免許っていう服着ていくと可愛いかもね手見直しできないのかね撮り直しあったっけなかった気がする座ったらすぐ撮って終わりみたいな感じだった気がするそれかもう自分で撮り直し,し何回も何回も撮り直ししてあのー、持っていく写真を、うん、ヒート小判ありがとうありがとうそう免許証載せるのリスキーいやそうだからさ なんか乗せてる人とか見るとえー、怖いって思っちゃうんだよねうん工場入る時免許証出せってよく言われるあそうなんだコロナのせいで、うん、虎の着ぐるみでええー、やでもそういうのでもねいいっぽいけど帽子めなのかな多分、うん青でも5年あるけどねえー、緑から青緑から青で5年かかるんだへえー、知らなかったうん 目あそうそうそういうのはねそういうのはいいんだけど多少漏れてないとかちょっと角度が気になるとかでも撮り直しはできない、うん、だからそう言われよく言われたのが免許センターで座ったらすぐ撮られるからちゃんと作りながら座りなって、うん、いつ撮られてもいいように顔はしっかりとって言ってた。 若い頃は激しい髪型で撮って仕事とかで見せるとき恥ずかしかったね絶対その時のその時はいいかもしれないけど今その何数年経った後にね恥ずかしいって思うかもしれないし趣味が変わるかもしれないから、うん、マイナンバーもねそうだからねかわいいかわいいちゃんとかわいい顔してダイエットしなきゃねだからそういうの大事だよねなんかその日のためにうんうん 会うでも軽い1回なら5年の上になら年にへえー、あそういうことかそういうのがあるんだかわいく首傾けたら首もかってますよってこうやってそうだねこうなんなきゃいけないんだよねこうやって取らなきゃいけないのみんな見てこれダメもうこれダメこれもダメこれもダメこれもダメこうこうじゃないとダメなんだよ 免許証もパスポートも施行してるのもないから証明写真付き証明って言われると困るああなるほどねマイナンバーはマイナンバーとかあとないか学生証とかもあれだしね学生証はね学生だもんね入管証あるのかなツイープラジム証マネージャーさん持ってるよねうん最近トーク会トーク会でね身分証でね確かに確かにそういう時大事ヒートかわいいありがとうありがとう 白目も取り直しアインはよき絶対ダメポーズダメだった確かさっきねピースもダメって言われたもんねかわいいありがとうヒートあれ言っとけあれ言っとけ言ってないありがとうヒートかわいいありがとうありがとううん全部書か,かっけですいやーでもあれ今年今年が次はあの写真屋さんで撮ろうかなって思ってるちゃんとあの写真屋さんか 深夜さんだね、撮るならうん免許センターで無料で撮ってくれるけどあのやっぱ気になるの角度とかしっかり見たいよね昔さあんまりよく分かってなくて学生証の写真撮る時カメラ屋さん行ったんだけどなんか若干肌加工とか綺麗にとかしてくれたりとか体の向きをちょっと変えてくれたりとか結構そういうのしてくれた佐々木こんばんはやっちこんばんはありがとう モデルできそうできないできないちょっともうお茶あんま飲まやんないんでしょやばいやばいちょっと眠くなっちゃうかもしれないキャップよっかいっちゃったこれ1時になったらやめるねお見合い写真撮ったらお見合い写真いらないいらない絶対にいらない <laughs> これさ絶対ああったこうキャップうんうん免許センターの変な顔になってる多分なってないなってないかなヒートとアたいありがとうアたいありがとう取る側も楽しいねそんなことはないよ来たお客さんだはあちうん作りたくないから2種類で 作りたくないあーそうかそうかまあでもいいんじゃない必要な時困っちゃうけどそれであんまり不便じゃなければいいと思うありがとうありがとううん了解ありがとうそうまあ1時うん今7時って言ってそうになっちゃった7時はもう遅いよいやーもう7月かいやもうねそう今7月だから7時って言いそうになっちゃったんだけど不安だな頑張ろ人生ごめんねみんなたくさんこうやって来てくれてありがとう なんかさみのりちゃんっていうさ名前がハッシュタグでさなんか流行ってたらしくて調べたらさアプリなんかシーマナとかがやってるバン,バンドのアプリなのかななんか音楽やってる子たちのアプリの名前なんかキャラクターの名前でみのりちゃんってめっちゃ可愛くくてさなんかすごい悔しいじゃないけどあー自分ももっとトレンド入りできるような人にならなきゃなってなんかちょっと反省した。<laughs> メロネコこんばんはありがとうありがとうプロセカだプロセカそれだそれそれそれマロ結婚してもちろんありがとうありがとうみのりって名前いいよねマジでありがとううんみのりってねなんかいいのかなわかんないけど我々みのりって自信を持って最高の名前かって言われたらまあ別に嫌じゃないけど別にな,なんだろう もうこの名前を全国にもう名前つけたいっていぐらいではないかな,なんか結構「愛」とかさ「愛」とかあと「ら」とかさなんかわかんないなん,かなんかそういう名前そういう名前がなんか今時なのかなって思ってた「ら」「ら」「ら,ら」 らがつく名前なんか「ら」なんからって今時じゃない? <laughs>「ら」って今時そうポロセカのみのりちゃんまあ可愛かったキャラクターもお見合い会はまだですか多分えっとお見合い会はですね今のところ開催予定はありませんね毎晩楽しみありがとうありがとうね高橋みのりはありがとうみの,みのりもんだ最悪だ <laughs> みなもんだって昔言われてたうん スタンプくれてた人がこのまま撮れにやってびっくりしたへえみんなはてならララララララなんかさ皆さんの周りでさラって名前がさついてるキラちゃんとかララちゃんそう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 ラオはちょっと違うなララちゃんっていたもんうんラララライ <laughs> <laughs> そうなんかそういう名前だからリサとかさリナとかさかわいいなって思うああいう名前うん セイラさん。あいるねいるね我ら友達の友達にいるわ我々は物理的には友達じゃないけどそうランラムとかさかわいくないラってライスうわなんかめっちゃタンクトップ着てこうやって食べてそううんイエラッキーあ、それはちょっと違うかうんリナ リナもいるねリサリナうんリも可愛いよねうんライカいるよね木村カエラ可愛いよねそうララって可愛いなってすごい思うんだよねだそういう意味ではミノリって多分多分そういう系じゃないよね系名前の系とは違うよねうんセイラおしあおしなのでもなんかさ例えばだけどさこれが我が例えばミノリじゃなくてさなんかじゃあルアとか ル,ルアちゃんとかさなんかすごい強そうな名前だったらさもしかしたら性格も違かったかもしれないじゃんみのりだからこういう性格になったかもしれないと思うとまあ,ありがとうっていう気持ちにはすごいなってるうん性格変わるかもしれないじゃん名前でわかんない変わるのかなわかんないって思うとなんかまあみのりでもよかったなって思う自分は自分の性格あのそこまで嫌いじゃないたまに厄介だなと思うけどリーナ うん、リオナかなミノラうんルアあーああ魚釣りのね。トゥルがミノルとかいい意味あっていいと思うよミノリ。ありがとうありがとうね。ねえ、ミノリまあそうだね。ミノルとかさ、ミノリの秋とかさ、あるじゃん。あと、我は。 みのりも,もやしの名前にみのりとかついてたりとかお米にもみのりとかいちごとかもそうだしみのりって名前いろんなところで使われてるからまあまあそこはいいのかなって名前でせ性格変わるやっぱ変わるのかな変わる解明して売れる芸人もいますまあそうだよね「ラッソンがおライい楽だパパもママ他に名前つける候補あったのあ,あ,あんま聞いたことないのそういえば聞いてみよう他にあったの?」って。 なんか、ね、ああや,やっかいだなって思う時はやっぱすごい気にしいなのなんかみんなに言われて気づいためっちゃ気にしいでそんなところ気にしなくていいよってすごい言われるたびにああんかこういうことで自分はストレスを抱えるなと思ってああんでもう面倒くさいな自分って思う時はある、うん、そう自覚まあそういうの結構俺も信じるタイプだからそう隠すとかだから多分ね大事なのかなって思う。 マミューこんばんはありがとうありがとうひらがなかわいいありがとうみの、うん、りが合ってるありがとうまあそうだよねこれで急にさなんかアイナとか名前ついたらさアイナでーすみたいな「アイナでーす」<laughs> ちょっと全国のアイナさんに失礼なことした今可愛らしい名前でおばさんになったら恥ずかしいかもでもさ世代なのかもしれないねそれって例えばさこれでその名前の人がいたら申し訳ないけどさ ふみさんとかふみこさんふみえさんとかさええエミはいるかなんとかさんなんとかことかさそういうのってやっぱちょっと世代がちょっと上なイメージないでもそれってさ別にさ当時は普通だと思うしその当時の名前だとしたら普通だけどとめさんとかそう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 普通だけど大人になってさ別に。 若々しい名前だなって思わないからきっと今さあの僕のおばあちゃん子マジで <laughs> ふみ子さんとかさふみさんあっさん多いね。うんって思うとさって思うと例えばじゃあララちゃんとかが大人になっても30年40年50年後からしたらララちゃんララっていう名前がもしかしたらおばあちゃん世代の名前っていう認識になるんじゃない そうスエさんトキさんとかそうそう我たちからしたらさそういうのがあのおばあちゃん世代とかおじいちゃん世代のお名前っていうイメージがあるけどそういう感じで回りそうな気がする「梅」やぞマジで梅さんいいじゃんカカタカナとかか増えてるかそうだね確かになんかさおばあちゃん世代でさ「ウォ」「カタカナのウォ」みたいな方もいるよね ララバーさん似合わないいやでも多分時代なんだよそれがどん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 また回ってそういう人たちがおばあちゃんになった時にはそれが普通になってると思う絶対うんんとかご存じのようにまして大正時代に流行ったあそうなんだやっぱ流行りって流行りってあるんだね名前でもうんキラキラネームもそう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 だからキラキラネームもさ最初なんじゃこの名前って思うかもしれないけどだんだんそれがなんか意外と普通になりつつあるんだろうねだかかららら多分昔の人からしたら ララとかもうとかんないララちゃんとかさんかうんマリリンとかマリリンっていう子いたんだけどマリリンちゃんとかさ考えられなかったと思うよかぼるあそうそうねそうそうチヨとえー、かわいい名前チヨちゃんうん親の世代は最後に5月ってそうだねそうだと思ううんララばあちゃん 我ののの世代の流行りの名前っ,てあったいや今今今今今だよ <laughs> ななんら今だよみんな <laughs> 明治時代もキラキラね流行ってたあそうなんだあんま知らないな、うん、悪魔くんとかそうそうそういうのはダメって言うよね悪魔とか地獄とかそういうのはねよくないって言われるけどねねえまあそういうのが巡り巡って回るわけですよ、うん ピーナッツはキラキラネームうんキラキラネームかなピーナッツはちょっとピーナとかピーナピーナピーナとかならいいんじゃないピーナちゃん、うん、ピーナッツまでいくとちょっとピーナッツだわそれは、うん、アレスフォローありがとうありがとうこれからも仲良くしてねありがとうアンジェリカ、まあ、いいんじゃないアンジェリカはいいんじゃないハーフっぽいけどうんうん、うん、トメさんとかの時代やんトメさん トメさんんは同世代にいませんね英語圏でも発音しやすい名前確かにね英語圏それこそさペコリュ u チェルさんの結婚の,あの子供して子供してじゃないペコちゃんの,あの子供さんはリンクくんって名前でしょああいうのも別になんか最初はさ名前かわいそうとか言われてたけど別に今普通じゃん、うん、ナッツは英語に「頭おかしい」って意味になるから避けた方が無難そ <laughs> うなんだそうかそういう風にね 日本で発音してる英語とあっちで使われてる英語って違うもんねジュリアみたいなキラキラネームジュリアってキラキラネームなのジュリアって意外と普通なイメージがあるそれこそジュリアいたからねうん炭治郎とかいるいそうだよね炭治郎、うん、くるみちゃんキラキラネームくるみは大丈夫くるみちゃんはいるよねそっかくるみはよくてピーナッツがダメな理由って何、うん 名前っそうだよよん当にアイナちゃんだったらアっちゃんって呼ばれてたかもしれないし我、うん、メロンソーダとか昭和時代がエモいってなってるそう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 いうかレトロなものがまた流行っだから一周するんだよね服装とかもそうじゃんい時古着みたいなとかさ1950年代の服が流行ったりとかあったじゃんピスタチオちゃんピスタチオちゃんもダメだね ピスタチオちゃん絶対ダメでしょ <laughs> ピ。ピスピス,ピスタピスピスタタチオタチオピススタチスタチダメだね。ピスタチオダメだ <laughs>、うん。髪型も一周して確かにね。カットの仕方とか昔重めの前髪が入ってたけどまた今薄めの前髪が流行ってまた量が増えてきてるからね今前髪も。可、う、愛、ん、い,いありがとう。 スッキーズッキーだこんばんはありがとうありがとうございます気持ちのんなん自分だったらだなまあそうなんだよね結局さ自分がどう思うかってさ物心つかなきゃわからないけどねここの同級生でマリアって人なれたあいたいた先輩にマリアって人いたあのエンジェルっていう人もいたよ先輩に、うん、タッチイだ夏はよくいるからピーナッツでもいいけどあピーナッツ夏は確かにいるかも夏夏だっけ夏 アカダミアナッツちゃんは NG もうねそれはチェリーちゃんと同じ部類だようんアバターの名前名アバターの名前にしたらアバターの名前ピスタはなんかイタリアの響きなんかおしゃれだよねうんひピスタチオはて <laughs> エンジェルおばあちゃんそうエンジェル先輩って呼んでたミュ。うん、ミユおーミュ。あーミュとも読むね確かにミュ。 綺麗な、ま、文字だよねミミちゃんとかもそうだけど綺麗だなって思ういつもマリオもいるマリオねいやでもそうやって考えると難しいよねエンジェル先輩でもそのエンジェル先輩全然エンジェルっぽくなくってあエンジェルカタカナカタカナでエンジェル先輩多分ミドルネームなんだけどちょっとうーんエンジェルあゆみっていう先輩がいてみんなエンジェル先輩って呼んでた <laughs> うんエンジェル先輩 あのキラキラネームとかじゃなくてね、うん、昔を知らない子が成長してまた昔のものが人気になったりするから面白いね時代は曲がるからねそうそうそうかっこいいありがとういたありがとうハラミちゃんいるのハラミそうかヨシミとかさなんとかみみたいな感じだよねそういうハラミかええハラミちゃんヒレとか カルピち,ゃんモツちゃんうんでもそのエンジェル先輩はうん、うん、まあちょっとなんかエンジェルエンジェルっぽくはなかったんだよねどっちかっていうとなんかアジアンなハーフの人だったからうんえっとエンジェル先輩かわ,、まあ、かわいやうん怖かったしめっちゃ怖かったなんか試合で我たちが勝つと怒るし まあでも女性はみんな可愛いです <laughs> うんガチャガチャあガチャガチャガチャって名前すごいね「出丸こんばんはありがとう」キャラクターの感情を名前にしてみるのもあるみたいあーそういうことねうさみみこんばんはありがとうじゃあミッキーとかだったら三二木ミキいるかミキさん座布団友三角みすじさん牛タン ユタンちゃん <laughs> うんそううんあ、ンエンジュ <laughs> うんそう結構怖かったうんまあ女,女性は全員可愛いですようんそうでもなんかそうちょっとかわいそうだよね名前負けとか言われちゃったら嫌だよね自分がつけたわけじゃないのにお餅好きこんばんはれありがとううんミッキー急に揃れ せやみ皆さん可愛いいです愛嬌がありますからということで終わりましょうかそろそろやばいちょっとやることもやらなきゃいけないのでみんなありがとうねこんな遅くまで来てくれてなんかさ本当ありがとう明日も頑張れ明日もしかしたら夕方やるかなわかんないいつやるか分かんないけどよろしくお願いします もう今日確かにもう今日ですがもう今日ですがはいどっかで7月1日夕方多分どっかでやります夕方か夜早い時間かわかんない寝ちゃうかもしれないもう、ね、眠くなってるかもしれないからこれをこの今日であのー、完全にあれします昼夜逆転を取り戻したいと思います皆さん応援よろしくお願いします フ江エータありがとう。タいとはいとはいとはいと。10個合わせて10イ。どういうことオギーはいとはいとはいとはイタ。ありがとう。10個合わせて w i フ f i どういうことありがとうございます。どういうことどういうことね明日もね。 うん、いいよ、どうもほどの演者さんじゃい <laughs> そうだよ10ワ w i ァ f i <laughs> <laughs> ありがとうございますあ面白い面白いじゃあランキング読みますみんながんで頑張ってくださいありがとうございます <laughs> ダメだ、もう頭回ってないのかもしれないやばいよでは13位から読みます13位ヒルトルブありがとう12位青丸 ありがとう。ありがとう。十一メルタン。ありがとう。十位おまる。ありがとう。九位ゴロありがとう。えっと、八位が、うん十位、十一メルタン。ありがとう。ありがとう。十位おまる。ありがとう。九位ゴロありがとう。八位八六ありがとう。七位藤江。ありがとう。 六位トールありがとう。五位エチゴのタニヤありがとう。四位キャムありがとう。そして今日のサ位はオギありがとうオギありがとう。とう今日は七月一日ということで七月の運勢を占っていきたいと思います。 赤が出たら貯金が尽きるほどお金を使ってしまうことでしょうその使ってしまうのは何か急に借金したりするかもしれないし何か買うかもしれないしそれは分からないけど赤が出たらお金が貯金底をつきます321ゴッシュ 黒が出たのでいい一日にあ間違えましたいい七月になることでしょうおめでとう <laughs> 赤出なかったおかしいな調子悪いみたい赤出せよって赤って言われてるじゃん <laughs> ああいい1ヶ月になりますおめでとうございます はいそして今日の2位はヒートありがとうヒートありがとうありがとうございます黒が出たらいい1ヶ月になります赤が出たらたくさんたくさん食べなきゃいけないことが毎日毎日続いて大食いがたくさんね増えて 体重が20キロ増えますしかももう二度と戻らないどんなに動いても2 0キロは落ちない赤が出たら2 0キロしかももう二度とその体重は戻ることありませんスリーツーワンゴーシャー 赤が出ましたので、ヒート残念さっきダイエットしようっていうコメントしてたの覚えてたんだけど、申し訳ございません !7 月中に体重が20キロ増えまーすイェーイ結婚してもちろん我がいっぱい美味しい料理作って20キロ太らせましょう <laughs> !20 キロ 20キロ皆さんもしもねあのー、お腹とかね枕にしたいふわふわなお腹をね枕にしたいなった時はヒートを呼んでくださいヒートのおでこうやって寝ましょう <laughs> でも二度と戻らないからね二度と二度と二度とねはいありがとうそして今日の1位はポッポポーン マーニャー、メイク、ありがとう。ありがとう、メイク、ありがとうございます。メイクは。今年の夏、七月。太陽に負けて、髪の毛が全部なくなってしまいます。もう熱にやられて、燃えて、チリ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 って焦げ始めて。で、シャンプーした瞬間に、そのチリチリが全部。ピカ。と。 流れ落ちますでその次の日とかにも太陽をたくさん浴びてしまって毛根がクーッとなってしまいます。ということで「運命のルーレット」。「黒が出たらいい 1, 1ヶ月」「赤が出たら毛根までやられます」。ふふわふわな髪の毛が スリーツーワンゴーシューどっちだっけどっちだっけ赤が赤が赤儲かうと赤でした 赤ということで、メイクごめんね。今年の7月は本気を出すということが確定しておりますので、毛根が大変なことになります。そして、髪の毛も焦げ焦げの墨だらけになってしまいます。うどうかね。どうか日光にお気をつけください。まあ、気をつけても、このルーレットは絶対なので。やられちゃうと思うけど。 このルーレットはですねうんこのルーレットは本当あの占いますよ未来を信じるか信じないかはあなた次第、うん、次男あかわいい意地悪だから次男 <laughs> かわいいああにゃんじゃもう、うん、信じて信じてじゃあ明日のみんなの運勢占うね赤が出たら明日みんな小指を角にぶつける よいどんあ赤だった赤が出たので明日みんな小指ね角にぶつけます紙 <laughs> 髪に使える日焼け止めあるからどうぞ <laughs> 優しい確かにあるよねスプレータイプのねあるよねということで終わりたいと思いますこっちにしよう今日。 皆さん今日も一日星集め星投げカウントコメントギフトありがとうございますわーそうだね活躍期待してます7月頑張ろうねちょっと7月もしかしたら動きがあるかもしれませんのでねわかんないけどごめん何もわからないんだれ、自分のこと本当にわからないんだけどこれガチでね隠してるとかじゃなくてガチで分かってないからどうなるか分かりませんけど 今月もいっぱい応援してくれたら嬉しいです。じゃあみんなこんな時間だけどありがとうございました。たくさんたくさんありがとう。酸素の中で募集ありがとう。藤江ファイトありがとう。ヒートファイトありがとう。藤江お疲れ様。ありがとう。藤江ありがとう。どうもありがとうございます。ありがとう。お疲れ様。みんなもゆっくり寝てね。ヒートラブリーベターありがとう。ありがとう。うん。じゃ、おやすみなさい。 たね、あんまりすぎないみんな明日もね水分補給塩分補給しっかりしてねなるべく日傘や帽子を使ってね <laughs> おやすみなさいおやすみに確かにないね愛しかけられないありがとうおやすみバイバイ